ポーランド・マク・テイラー・スミスは、アメリカ海兵隊の軍人、最終階級は大将。当時のアメリカ海兵隊における、上陸作戦のエキスパートとして、水陸両用船の父と呼ばれ、血生臭い状況が引き起こされることが確実な、敵前強行上陸と太平洋戦争の当初での、戦闘で、特徴的なその後の殲滅戦を冷鉄に受け入れる、ことができる鉄の意志を持った人間であった。 スミスは1882年4月20日、アメリカ合衆国アラバマ州ラッセル軍で、ジョン・ウェズリー・スミスとコルネリア・キャロライン・マクタイラー・スミスの間に生まれた。1901年にアラバマ・パリテクニック・インスティチュートから科学の学士号を取得した。スミスはすでに軍人死亡の意思を固めており、アラバマ州兵の騎兵隊に入って、軍曹となった。一方で、スミスは1903年に、 アラバマ大学から法学の学士号を取得し、モンゴメリー軍で1年間法律を学んだ。スミスは陸軍将校への任官を志望していたが、陸軍に欠員がなかったため、1905年3月20日に海兵隊将尉に任官し、海兵隊将校となった。1906年4月アナポリスでの教育課程を終了。第一次世界大戦では部下たちから、 ハウリン・マットのニックネームをつけられるほどの優先を見せた。同大戦中にはアメリカ陸軍式幕僚大学が休校中のためフランスのロングラ・ラングルに設置されたアービーゼネラル・スタッフ・カレッジ陸軍幕僚大学に海兵隊から入学した最初の6人の士官の一人として入学。1918年2月に卒業して上級士官への道を踏み出した。 1939年には、順庄に昇進して第一海兵旅団長となる。1941年2月に第一海兵士団の初代士団長となり、6月には、大西洋艦隊所属の第一軍司令官となる。指揮下には、第一海兵士団と陸軍第一、第三不評師団が存在していた。第二次世界大戦前夜、スミスは海軍、 陸軍そして海兵隊の部隊に対して水陸両用船の訓練を実施した。これは太平洋、大西洋の戦いにおいて米軍の上陸作戦の成功の大きな要因となった。太平洋戦争が勃発すると1 9 4二年五月にアレクサンダー・バンデグリフと少将式の第一海兵時代がスミスの指揮から離れ太平洋方面の激戦地がダルカナル島に 投入された。続いて8月には、スミス自身も太平洋戦線に移り、太平洋艦隊所属の上陸司令官となった。スミスは、太平洋戦線に移った後、アッツ島攻略作戦に艦船部官として参加、ギルバートマーシャル諸島の戦いサイパンの戦いの上陸軍を指揮するなど、第一戦で戦った。なおこのサイパン島の戦いの折、 新軍が遅いのは、指揮に問題があるとして、陸軍の第27府表紙団長、ラルフ・スミス少将を更迭する、スミス対スミス事件が発生している。その後、妖刀の戦いで、第56任務部隊の司令官として、第5両用戦軍団を指揮した。この妖刀の戦いは、太平洋戦争中、アメリカ軍の損害が、日本軍の損害を上回った、マレガで、 戦士、負傷者は合わせて3万人、近かった。そのため責任を取らされ事実上解任された。レイモンド・スプルーアンスやリッチモンド・ケイ・ターナーは、彼が沖縄戦の指揮を取ることを要望したが、前日のスミス対スミス事件で上官である太平洋方面最高司令官チェスター・ニミッツをはじめとする上層部から不況を買っていたため却下され、彼が沖縄で戦うことはなかった。 結局、沖縄戦の司令官には、陸軍のサイモン B ・バックナージュニア中将が任命された。1945年9月2日の戦艦、ミズーリでの日本降伏調印式において、幕僚からスミスを出席させてはどうかと進言があった、サイモニミッツは拒否したという。1946年5月に退役、退役軍人名簿上で名誉大将の階級を与えられた。 退役後は、カリフォルニア州ラホーヤに住んで趣味の園芸に没頭した。1948年に自助伝を執筆、ベストセラーとなる。1967年1月12日に、カリフォルニア州産、ディエゴの海軍病院で死去、84歳だった。葬儀は14日、海兵隊新兵訓練所の教会で行われ、ホートローゼクランズ国立墓地に埋葬された。 スミス家は、ホーランドの、妻枝えだ B ・ウィルキンソンは1962年に、死亡していたが、息子のジョン・ブイ・スミス少将がついで加盟を残した。荒っぽい性格ですぐに怒鳴ることから、ハウリン・マットや、マット・スミスと呼ばれた。上陸作戦をめぐっては、水陸両用部隊を指揮しており、スミス同様その性格から、テリブルターナーの異名で呼ばれた。 リッチモンド・ケーターナー海軍中将とは、権限範囲などをめぐって、しょっちゅう怒号の応酬が繰り広げられていた。また、陸軍との関係も険悪で、スミス対スミス事件の折には、太平洋方面陸軍司令官、ロバート・シー・リチャードソン、ジュニア、中将から、君らは波打ち際を走る、ただの集団ではないか。陸上での戦闘を知っているのか。君ら指揮官は、 陸軍将官のように大部隊を指揮する訓練を受けていないし、その能力もないと罵倒されている。一方で、海兵隊内においては、海兵隊自身がダグラス・マッカーサー陸軍大将らに、海兵隊はバンチで原住民と戦うくらいしか能力のない特殊な武力小集団と見下されていたこともあり、スミスに対しては好意的な評価もあった。 特に海兵隊総司令官であったトーマス・ホルコム、中将はスミスがどんな交換が相手であっても、海兵隊の考えを貫いてくれると期待を寄せていた。海軍でも、レーモンド・エース・プルーアンスは高く評価しており、ギルバート・マーシャル諸島の戦いには、スミスのような男が必要だとして、当時、スミスの上官だった南太平洋方面軍。 司令官ウィリアム F ・ハルゼー大将に頼み込んで、転属させてもらったほどであった。後に、沖縄戦で、日本軍の神風特攻によって、海軍の被害が増すにつれてスプルーアンスは、陸軍航空隊の連中は恐怖のあまり、高高度でろくに当たりもしない爆弾を落とすだけで役に立たない。ホーランド・スミスのような、勇猛な男が、指揮官だったらこれほど苦労はしなかったであろうと、 ぼやいたという。人間的には、こうが分かれたが、そのモ猛さは、折り紙付きで、ディスティングシュドサービスメダル、パープルハート賞を受賞した他多くの勲章を受けている。ありがとうございます。